この辺りが特に被害の多い地域って話だけど、やっぱり人が少ないというか、なんだか活気がないですね。やべえぞ、早く助けないと。近寄るな。やっ、ほら、しっかりしろ。はい、私たちも急ぎましょう。It's a battle of the century!定めといえど、もうこのカニほんと硬いわね。こうなったら行くわよ、飛行剣。後ろだ、お団子姉ちゃん。お団子姉ちゃんってすげえ強いんだな。私はチュンリー。さっきは助かったわ。あなたも相当腕が立つけど、まだ子供じゃない。一体何者なの？私たちは機関士です。依頼を受けてこの辺りを警備してるんですけど、急に魔物が暴れて困ってたんです。そう、やはりこの島でも。早くシャドルーのアジトを突き止めないと。なんだ、そのシャドルーってのは。え、あ、いえ、ごめんなさい、なんでもないわ。大丈夫ですか？何か困っていることがあったら力になりますよ。オイラたち、ここいらじゃ結構有名な気空師なんだぜ。自らの危険を顧みず助けに駆けつけた気空師。少し話すぐらいなら。シャドルーは私が追っている悪の秘密結社よ。あらゆる悪事の裏にはシャドルーが関わっているの。この島の異変も奴らの仕業ね。悪の秘密結社、そんな怖いものが。大丈夫、心配しないで。私が全て終わらせる。それじゃ、さよなら。またね。ん？どうしたの？まだ何か。ほら、チュンリーさんでしょ。
私は別にいいけど、目上の人を呼び捨てにするのは感心しないわ。ちょっと何？わかったわかった。あなたの実力は認めるわ。あなたの言いたいことはよく伝わったわ。私も嫌いじゃないわよ、こういうの。やれやれ。あなたにそこまでの決意があるなら、改めてよろしく頼むわ。お願い、私の力になって、私と一緒にシャドルーを倒して。ワン、オイラたちに任せとけってんだ。みんなで力を合わせればきっと大丈夫です。でも決して無理はしないでね。身の危険を感じたらすぐ逃げるって私に約束して。ギュステにこんな場所があったなんて驚きだぜ。チュンリーさんの情報がなかったらたどり着けなかったですね。静かに。この先に気配を感じるわ。へへへ、おとなしくしろ。今度こそ。チッ、言うこと聞け。くそ、また失敗かよ。へ、次はこっちで試すか。やめなさい。だってめえはどっから入りやがって。魔物はあなたのおもちゃじゃないのよ。へえ、何言ってんだ。魔物をどうしようが勝手だろ。頭湧いてんのか。え、お前よく見たらかなりの上玉じゃねえか。待て待て、オイラたちも相手になるぜ。やっぱりあなたたちの仕業だったんですね。もう許しません。ルセ、ガキはさっさとぶっ殺してじっくり楽しむとするか。なあ、そこのお姉ちゃん。どうかしら。女だと思って舐めてかかると痛い目見るわよ。さあ団長、行くわよ。Are you ready? Fight!
滅びを与え、この程度か。皆さん、ご無事ならよ。ここは一体？誰だ？私たちはこの施設を潰しに来たのよ。それでここは？何でもいいから早く助けてくれ！少し落ち着いて。あなたたちは？奇空士だ。気づいたらここに。早くしないと、あいつが来る。おい、あいつってなんだよ。何かが来ます。なんだこいつは。合成獣キマイラ。終わりだ。あいつに見つかったらもうおしまいだ。とてつもない威圧感。この魔物、何か変です。この力、もしや。もういい、早く逃げろ。次はもっと仲間を大勢連れて助けに来てくれ。ダメよ、こいつは今ここで私が倒す。チュンリー、戦うときはオイラたちも一緒だぜ。この勝利は次の戦いの礎。まさかこの最高キマイラまで倒してくれようとはな。いい、実にいいぞ。その力気に入った。なんだ急にごついおさんが出てきたぞ。さっきの魔物と同じ力を感じます。ベガ、やっと見つけたわ。聖少獣を従いし勝利と。聖少獣をほふりし者か。
実に興味深い。貴様らの肉体はこのベガ様が使ってやろう。待ちなさい、相手はこの私よ。はっ、誰かと思えば、ああ、ここまでこやつらを導いたことには感謝しよう。これで世界征服にまた一歩近づいた。ベガ、聞きたいことがある。私の父さんをどうした？はっ、父親がどうなったかだと直接聞くがいい。あの世でな。許さない、絶対に許さない。もっと呪い、殺し合い、憎しみ合う、人の本性がサイコパワーを生み出すのだ。ダメです、チューリーさん、落ち着いてください。私を止めないで。憎しみの感情を力にしているのは本当です。だから今は冷静になって勝つ方法を考えましょう。そうだ、私は一人で戦ってるんじゃない。ありがとう、ルリア。みんなのことまで危険にさらすところだった。チューリーさん、私たちも一緒です。ここはクールに行きましょう。おっしゃ、オイラたちも全力で行くぜ。ベガ、この日をどれだけ待ったことか。さあ覚悟しなさい、たっぷり後悔してもらうわよ。我がサイコパワーは無限だ。貴様らに選ばせてやろう。我が前にひざまずくか、我が足元で死ぬか。Are you ready? Fight! このベガ様が相手しよう。我が最強パワーは無限だ。定め。このベガ様が相手し、我が最強パワーは無限だ。私、この勝利は次の戦いの意思。泣き叫び、ナイトメアブース、ここが貴様の墓場だ。かわせるかしら。やっ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 、はぁ、宝石感。うわぁ、うわぁ、なかなかやるな。どうだ、
シャドルで我がしもべとなるならば、命だけは助けてやろう。ふざけないで。面白い。貴様らはまだまだ強くなる。また会おう。その時こそ全力で叩き潰してやろう。待て、逃がすか。頼む、早くここから出してくれ。おい、ジュンリー、こっちを手伝ってくれ。早く逃げないと生き埋めになっちゃいますよ。わかった、今行くわ。無事に逃げられたぜ。はい、途中でチュンリーさんが壁を蹴破ってくれなかったら危なかったです。父さん、私仇を討てなかった。あの、チュンリーさん。え、あ、うん。結局あのベガってやつには逃げられちまったもんな。ありがとう、本当にありがとう。え、あんたがいなかったら俺は今ここにはいない。ありがとう、本当に。いや、私は何も。そうだ、何かお礼をさせてくれよ。あんたは俺の命の恩人なんだから。そうだぜチュンリー、遠慮することなんかねえぜ。いきなりお礼って言われても何か欲しいものとかないんですか。なら、この辺りで美味しいお酒があるお店を。お、いいですね、みんなでパーッとやりましょう。あ、いや、私じゃなくて、ある人のお土産に。わかりました、ここいらで一番うまい地酒を紹介しますね。さあさあ、そうと決まれば早速案内しますよ。よし、じゃあついでに飯がうまいお店も紹介しろよな。はいはい、任せてください。はーい、とっても楽しみですね。ベガ、首を洗って待ってなさい。次こそは必ずお前を倒してみせる。その時こそ父さんの、晴れて父さんのお墓に。ほらほら、チュンリーさん、早く行きましょうよ。うん、今行く。